じゃあ開けていきます。いいですね。はい、1つ目。あら可愛くないこれ。ほら見て、可愛い。これは17,500円のホワイトとか、どこにだろう。かわいい。なんかここがちょっと水色っぽく。遊び心のある感じですね。調節はできないけど。かわいい。次、なんかでかい大物。これくらいのバッグ使わないんだよな。ほら、欲しい。ゴールドって書いてます。12,500円。ヌエール、ヌエール、ノエール？は？ノワール？これだよ。ノワール？うん、派手だね。中は。可愛いんじゃない？でもなんか、ちょっとねえ、はい、ね、おしゃれ。なんかシュシュがついてる。4,500円で買った。税込み。これさっきのバッグと一緒だ。これ。これと一緒のところです。茶色と緑ですね。13,000円。かわいくない？かわいい。ちょっと入れていくやつ。うん、ちょっと入れていくのにね。これもさっきの何？ノエル？ワール。なんかほら、こんなピクピクして
可愛い。見てなるね。肩もかける。肩無理だね。肩にはかけない。こうやって持つ。おしゃれ。うん、え？6,500円。ハープ。マジか。何？うん？履いてみたら楽だったりするんだよね。でもね、こういう。うん、これも一緒だね。夏に履きます。19,500円。スヌードだ。スヌード。素材はアクリルレッキスって書いてある。毛皮。レッキスって何？キツネ？キツネかな。調べます。星だね。好きだね、星。かっこいいんじゃない。そんなに高くもなく。いい感じ。ふわふわしてる。高い靴って感じ。ね。高い靴ね、それは。すごいおしゃれな靴履いてました。うん、嬉しい。欲しいかも。次。また16,500円ブラック。黒だね。おさ、ゲイさんに痛くないならいいけどね。ここ分かれてるのってちょっと苦手なんですよね。この親指のところに引っ掛けるやつ。ダンコです。買いたくなるような、で素材は何だろう。書いてる。
なんか匂いは皮、匂いは皮なんだけどね。ここにね木が使われてる、なんか木？木じゃないか。なんかねちょっと重いです。ここが深いからです。ちょっと履いたりしてみます。